そう、今日はね、今日はね、そう、ツイッター投稿したんですけれども、そう、今日はゆかるんさんとの写真を投稿しました。そう、昨日は群山部で、今日はあゆかるんです。はい、そう、明日どうしようかなって思いながら今過ごしてるそう、写真を撮るか、そのまだ載せてない写真を載せるかで迷ってる今。そう、まあでも楽しみにしててください。はい、今日は何分配信だって、うん、何分だろう。いつも本当気ままにやってるからどうしようか。そう、いつもね気ままなんですよ。そう、だから全然配信時間偏るんだよね。そう、1時間やる時もあるし、それ以上やる時もあるし、15分の時もあるしみたいな。そう、全然決めずにやってる。そう、やってます。基本的に時々は決めてるけど。そう、うん、かわいいかわいい。そう、なのでその時になったら決めます。そう、隣にいるふわふわな子は何ちゃん、名前ないでさえぬいぐるみに名前はつけない人なんですよね。そう、クマです。でもクマちゃんかわいいかわいい。ちょっと半分だけでもかわいい。かわいい。そう、大きい。最近そう、よく出てくれてるショールームに、愛のショールームに出てくれてる。最近ゲットしたぬいぐるみです。そう、ててんてんてててててんてててて、かわいい、かわいいかわいい。ゆいゆいとの写真あれば見てみたいって。ゆいゆいさんとは最近会ってない。会ったはあったけど写真は撮ってないのでないですね、最近の写真は。そう、多分もう撮ってあるのは全部載せちゃってあるので、今までメールとかツイッターとか含め、うん、送ったりしてるからないですねないね、ごめんね、ないないね、ゆいゆいさんと。ないです。はい、かわいいもうなんかダメにする枕みたいなのあるじゃん、それのクマさんバージョンみたい。んー、かわいいかわいい。そう、ダメにするクッション欲しいんですよね。なんかあれ一回座るっていうか、そう、座ったことがあって、これはダメになるなと思ってでもそう、すっごいいいなと思って、そう、それから1年ね、そう、欲しいなって思いながら過ごしてる。そう、でもなんだろうね、すごいダメになっちゃったら嫌だから、やっぱいらないかね。そう、ダメ、いらないね、それは。ててんてんてててて、んきょうはコメントに答えてく配信だねまったりとまったりとコメントに答えていこう。善悪でゆいゆいと二人恋愛あったの懐かしいだって。そう、ゆいゆいさんと
何年前だろう、何年前、2、3年前ぐらい、2年半とか、どのくらいだろう。で多分法定速度と US 間よりちょっと後だと思うのって考えると2年半とかなのかな、多分それくらい前かな、いやもうちょい前、わかんない、ちょっと全然覚えてないや。でもね、そう、全国握手会で、そう、関西のね、関西だったよね、神戸だっけ、神戸だったよね、確か。そう、の握手会で二人連をゆいゆいさんとやらせていただきましたね。懐かしいな。そう、あの時の衣装がフライングゲットの MV の衣装で、そう、 MV の衣装ってなかなか、そう、そのフライングゲットの衣装ってあんま着ることがなかったみたいで、そう、だからすごい着れて嬉しかったです嬉しかった。誰の衣装だったんだっけな、ゆ、誰の衣装だったっけ、多分見たら思い出すんだよね、誰だろう、誰だったんですかね。でも可愛かった、ゆの可愛かったですね、はい。そう、法定速度は2017年かなの11月ぐらいのシングルのカップリング曲だったから、そうだよね、2年半とかだよね多分、って考えると多分、あ、ほら、2018年2月25だから、ほら2年半、え、すごい、当たった、すごいね、ほぼ当たり、え、ほぼ当たり、ん、当たってる、当たってるか、あ、すごい、当たった当たった、すごい、いや懐かしいな、そう、可愛かった、可愛い、愛ちゃん天才、思ってなさそう絶対思ってないよ、絶対なんかもうね、溢れ出る棒読み感文面から溢れ出る棒読み感ですよ。愛は喋ってても基本棒読みだから、そう、なんかね、そう、あれだけど文面から溢れてる、はい、そうそうそう、本当に、ね、懐かしいな、全国握手会ね、またね、やれるね時が来たらいいですね、本当に。今まで誰となったことが多いんだろう、全国握手会初の連、誰が多いんだろうな、誰が多いんだろう、気になるね気になる、すごい気になるけどわからない気になるけどわかんないな、うん、わかんないな、うん、わかんない、わかんない、そう、誰だろうな、でもね、個人的に思い出深いというか、すごい今でもまだ印象にあるのが、あの入って初めてだったのかな、初めての、多分初めてかな、初めてか初めてに近いかどっちかの全国握手会、名古屋の全国握手会で、梅たんさんと、そう、ウータンさんとマリアギさんと3人の連が、そう、そのまあ多分何年ぐらい経ってんだろう、5年とか多分4年半とか多分それぐらい近く経ってるけど、
まだ未だにすごい鮮明に覚えてるので、多分初めての全国握手会やったのかなって考えると、そうすごい記憶にあります。そうそうそう、うん、そう多分初めての全国握手会だったのかな、だから多分結構すごいすごいまだ鮮明に覚えてるってぐらい覚えてますね。そう、うん、そう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 、そうなんですよね。なんかすごいね、そう先輩ともそんなまだ入った当初で関わりもなくて、そうだからそう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 緊張してた緊張したけど、そうウータンさんもマリアギさんも優しくて、そうリラックスできましたね。はい、でもね楽しいな、でもほんといろんなところ行きましたよねって考えると、北海道とかも行かせていただきましたし、九州の方もね福岡とか行かせていただいたりとか、そう本当にね いろんなところ行きました。確かに48人いれもなんか覚えてる、あゆも48人いればすごい、なんだろう、初めましての方ももちろんいたので、そうあのそう違うグループの方もいらっしゃったから、そう AKB だけじゃなかったじゃないですか、だから思い出深い楽しかったあれ楽しかったです、楽しかった。でもその全国握手会行かせていただけるメンバーに選んでいただいた時とか、もちろん自分自身も嬉しかったし、そのそうファンの皆さんもすごい喜んでくださったのがすごい嬉しかったですね、はい、嬉しかった、うん、嬉しい。いや、ほんといろんなところ行ったねいろんなところ行ったねっていう、いろんなところ行ったね。でも静岡もすごい思い出に思い出深い思い出ですね、静岡も。でもどこも思い出だな、全部ね、どこも思い出本当に。いやー、またね、またやりたいね、全国握手会です。でもね、日曜日にまたお話し会はあるので、そうだね、そちらを楽しみにねしながら毎日過ごしたいと思います、日曜日まで。日曜までそれを思い出に、思い出に胸にはい過ごします。です、はい、そんな感じでですね、はい。日曜日はおしましで撮ったよだって、お、あ、ん、あ日曜、ん、もう来週の来週、今週の日曜からもうあれ押し増しみたい、押し増しというかあれでできるんだね、あれかと思った、19、20からだけかと思ってた、うん、かと思った、嬉しい、ありがとうございます、やった、嬉しい、ウェーイイエーイ。
そんな感じで15分経ちました。何日だ、162日、イエーイすごい。元気な人イエーイ、すごい。でもドボンの一言はこんな感じのテンションな気がする、いつもね。本当にあのドボンのやつでアユを一押しにしてくださってる方は分かると思うけど本当こんな感じの文面を打ってるそう本当に、なのでそうみんなに楽しんでいただけてるかなって思うそうそうですね、はい、そんな感じですはい、そんな感じで今日もショールームおしまいにしようかな。ね、15分経ちましたし、おしまいにしたいと思います。また明日もやりたいと思います。ショール、あ、やります。はい、じゃあランキング発表をしたいと思います。13位、ヒロさん、ありがとうございます。12位、マエさん、ありがとうございます。11位、ケンシロウさん、ありがとうございます。10位ひびきちゃん、ありがとうございます。9位かずひろさん、ありがとうございます。8位ギャローさん、ありがとうございます。7位田沢さん、ありがとうございます。6位ゆうすけくん、ありがとうございます。5位ラテラルさん、ありがとうございます。4位ひでさん、ありがとうございます。3位カモンさん、ありがとうございます。2位ナミさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位つばさおしーさん、ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。コメントとか星とかギフトなどもありがとうございます。また明日は何時にやるかはちょっとわからないんですが、明日も見れたら見てください。はい、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。